これね、配信されてると思うんですけどね、どうなんですかね、これ。告知もしてないから誰も見てないと思うんですけどね。今見てる8人。ちょっとアーカイブ残すんでね。皆様すいません、いきなり始めて。リャックマさん、カメラの方見て、リャックマでーす。すいません、リハックマがついに完成しまして、本日ですね、21時から、国民民主党の、代表選で、お披露目となるんですけれども、ちょっといきなり玉木さんと前原さんの前でお披露目するのも気まずいかなと思って、先にちょっと軽くお披露目して一回切ってから、代表選に臨もうと思いました。皆様の応援のおかげでですね、はじめひろゆきさんとか成田さんとか後藤さんにお金を無心してですね、借金で作ろうとしたんですけど、まあ、おかげさまで、借金することなく自前の資金で、作れました。これめっちゃ高かったんですよ、ガチで。100万円ですかってコメント来てますけど、100万円とかじゃないです、マジで。本当にもっと高いです。カメラさん、頭の上の部分ズームインできますか、あそこだけで100万近い数十万しましたからね。これをね、若新さんに言ったら倒産するんじゃねって言われて、本当に確かになと思いました、本当。というわけで、パンダもね、いつか救出しようと思いますけど、パンダ来る日までちょっとこのリハックマさんが、なんかよく見るとね、なんかほとんど顔とか一緒じゃねえかと思うんですけどね。多分肩とか使い回してんのかな、よくわかんないんだけど。はい、これでいきたいと思います。なんかまだ玉木さんと前原さん来てない。あ、リハックマさん座りましょうか、どうぞどうぞ。リハックもよく見えないですよね、前がね、すいません。ね、可愛いですよね。はい、中は高橋さんの家や、中とかないですから、熊ですからね。よろしくお願いします。じゃあ間もなく、国民民主党の、代表選討論会、始めますんで、であれですよね、国民民主党もちょっと頭おかしいですよね。代表選の全日程の最後がリハックらしいですよ。いや、なかなか水凶ですよね、国民民主党の本当に。はい、やろうと思います。あと、ごめんなさい。俺、あれですね、まったりリハックの方で、サブスクの方ですね、毎月月末にですね、生配信して皆さんとおしゃべりしますって言ったんですけど、ちょっと今月守れてないんで、ちょっと今週か来週か再来週あたりちょっとやります。 9月すぐ2回やります。頭に1回とお尻2回やります。ちょっと本当のひろゆき砂漠に置いてくるやつの編集がエグすぎて寝れないんですよね、本当。ちょっとあれ、ようやくね、今日最終回の1個前か、編集さっきちょうど1時間2時間前に終わって、あと1本で最終回なんで、それが終わればもうちょっと本当にしばらくもリハックしかやらないんで、ちょっと本当にすいません、まったりリハックの方、サブスク解約しないでください、本当に申し訳ございません。はい、すいません。じゃあ一度、皆さん、お手洗いとかあると思うんで、一回すいません、急にやってしまいまして、これからも末永くですね、リハックマ応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。